ちらですね、ティッカのフリルカラーシャツをご紹介したいと思います。こちらですね、もうティッカのシャツといえばもう間違いない一品なんですけども、こちら新型として今回出ております。こちらのね、フロントがフリルカラーになってノーカラーなんですけど、こうフリルをあしらった、はい、デザインっていうのがもうあの新作の可愛いポイントになっております。もうね、すごくベーシックでしね、もうこの形はもうずっと定番で使える形なんですけど、この程よくこうあのゆとりもありまして、お袖のアームホールも広くなってまして、で前も開きますので、これはね羽織としても使える仕様になっております。はい、お袖はもう曲げていただいてもいいですしね、こういうちょっとボタンも こだわったティッカのもうベーシックな本当にあの一品になっております。お色も今回豊富にお作りはしておりまして、こちらのねブルーのストライプが、これがすごく目を引くカラーになってるんですけど、このお色とお色違いが、こちらですね、ネイビーのロンドンストライプになってます。黒に近いんですけどね、よく見るとネイビーと白のコントラストになったストライプです。これもね、すごくもう本当間違いないロンドンストライプって言われるもうベッド定番のカラーなんですけど、こちらも新型で登場してます。はい、あとは白とブルーをご用意してます。もう白はね、ほんとこういうコーディネート、ニットで合わせたりベストで合わせたりも間違いないですし、こういうねちょっとフリルをこう見せることができるポイントになってますので、普通の白のベーシックとはまたちょっと違う、はい、イメージで使っていただけます。はい、あとこのちょっと薄めのねブルーですね、これもすっごいね冬にめちゃくちゃおすすめでして、もうこの上にちょっと濃いめのベストを合わせてもいいですし、もう本当にこの上からざっくりスウェットとか着てちょっとちらっと見せるのにも、また白とは違うねブルーのねおしゃれ感もありますので、もう白とこのねブルーはもう本当にベーシックにめちゃくちゃ使い回しがしやすいです。はい、でちょっとね個性が欲しいなっていう方はこのストライプ柄も間違いないです。はい、私が今151センチで、ね、着用してまして、もうこういうカッティングが効いてますので、もうめちゃくちゃ合わせやすいです。全然こう大きい感じがしない、もうティッカは本当に身長問わず着ていただきやすいです。で、まあ、暑いので、ね、まだまだこうシャツはこうめくって、ね、着ていただけますので、はい、またこちらですね、ぜひぜひ4色ご用意しておりますのでご検討ください。